はい、こんにちは。えー、それでは、営半杯の方、えー、予想、解明的にどうしようかなっていう感じで考えてるんですが、えー、当初ね、クリスマスっていうのがね、あの、いけるのかなと思ったんですけど、相手が一気に強化されるんで、ここはちょっと入りづらいと。はい。で、メラグラーラっていうのが、 えー、ここに強い勝ち方してきて、えー、っていうのはあるんですけど、ちょっとやっぱり外なのかなと。エイチン・スパルタも外すぎるのかなっていうのがあるんで、ティハーフは、ティーハーフは軸にはしづらいんでえ、そうなると、やっぱりネロになっちゃうんでしょうけどね。このメンバー的にはネロ。 が3着内ななないら行けるんじゃないかなとまあ、ただねジョッキーとの相性とかジョッキーがつかみきれてないのかもしれないんで絶対ではないんですがネロを中心視したいと思いますで解明的には、えー、こんな感じですかね一応、えー、ネロ中心でラインスピリットで メラグラーナですかねですがこれ本戦としたら、えー、メラグラーナがちょっと買ってみたいなと思うんですけどネロとメラグラーナうちと外で決まるのかどうかでクリスマスが枠的にいいのかなと思ってるんだでクリスマスがここが本命でここが大 このぐらいの比重ですかね。今んところ。これは、本さんというより一緒三角というか。やっぱりでも、ね、セカンドテーブルっていうのが、えー、この UHB から見てるんですけど、クリスマスの三着あるように。えー、で、このコンビちょっとやっぱり、 やはり抑えたいなっていうことで、えー、ここら辺ですよね239とか2318シンスパルタンエイシンスパルタンの方ですかね外すぎますけど4番手三角にここのここですかね5番手がこんな感じですかね えー、ですが、ちょっとティーハーフが、テ、え、ィー、T、ハーフに流れ向くようだったら、ティーハーフ、えー、をクリスマスかエシンスパルタに、えー、絡めたいかなとで。ここはちょっと遊びたいなっていう、大波乱があるんだったら、北欧サラスターっていうのがいいのかなと。流れが向いて、 えー、そうですね、STB 杯ですかね、函館の、で函館日刊スポーツ杯ですかね、函館日刊のここの2戦見てる限り、そうですね、えー、今回は一発あるかなと、差しで、差しで向けばですけど、 えー、なのでネロと北欧サラスターそしてクリスマスと、えー、エーシン・スパルタンここで遊ぼうかなっていう感じですかねまあネロが絶対じゃないんでネロが飛んだ場合のここは一応考えてみましたけどネロが飛んだ場合は、えー、ライン・スピリットが 行ききっちゃってで京都のまあ前行って止まらないってことがよくあるんで,で直線が短いってなって、えー、届かないっていうパターンがあるんでそうするとラインスピリット、えー、111718、えー、メラグラの後ですよねネルが飛んだ場合ですけどこここの4点は、えー ちょっと考えたいなと。ネロが飛んだ場合ですけど。まあ、本線はネロが来て、メラグラーナ、えー、クリスマス、えー、エイシンスパルタンなんですけど、あとはこの辺ですかね、えー。セカンドテーブル2、3。ここは本線ですね。はい。ここは遊ぶ感じです。えー、そんな感じですね。今日はもう、えー こん,こんな感じで K 半杯の方は、えー、買うかまだ迷ってますけど JC1 本で行くかあこの感じで行こうかなと思ってます、えー、まあ18頭なんでねそんな硬くはないと思うんで、えー、セカンドテーブルもしくは、えー、ラインスピリット T ハーフそこら辺りちょっと んでますえー、それではご視聴ありがとうございました。失礼いたします。